連れ主は、輪多死体験をして帰ってきたという。そして、多死後の世界や輪廻転生の仕組みが分かったという。自信満々に答えていく連れ主。これは信じざるを得ません。それではどうぞ。生き返った日で見て分かった、輪廻転生、本当の仕組み。今世の生き方見直せ。目から鱗の内容がこれ。特定されるような質問は勘弁。その系の質問はスルーします。現在30代、男。半年弱昏睡状態でした。他死んでる間は、過去戻しに行ってきました。過去戻しに行ってきたとはどういうこと？本当に他死ぬとき、今の人生の清算をさせてもらえる。悔いがない人生、になるように。清算は、その人の徳によってできる回数が違う。俺は考えた末、数ある後悔のうち2つばかり修正した。だから、その人の中でのお礼の思い出が変わってる。へぇ、面白いなぁ。身バレだけは嫌なので、入院生活の件あたりは、カモフラージュします。一度他死んで分かったことは、生きるか他死ぬか、大体は自分で選べる。俗に言うお迎えはある。まあいいから書いてって。だからといって全知全能ではないんやが、生き返った時に思ったのは、人の他死ぬ前の修正によって、今生きてる人間の過去の思い出やらが、実はささやかに変えられてること。あと、他死んだら楽になるって言って、他死ぬやついるやろ。実際、借金やらいじめやらから解放されるかもしらんが、結局、別の意味で苦しむからな。逃げ切りなんてないぞ。別の意味で苦しむって何があるの？俺の話を信じてくれるなら、輪廻転生システムが、ガチやと理解した上で、聞いてほしいんやが、あわあ、ちょっと待ってな。絶対また後で来る。待ってるよ。実は質問ある？なんて偉そうに立ててしまったけど、向こうの世界を大部分理解したわけじゃないから、俺の知ってるパターンが、全部に当てはまるかといえば、そうじゃないんやけど、1、逃げるための自殺。2、自殺に見せかけられた他殺や不可抗の他死、生贄。3、古代日本で言えば切腹という名の自他死。4、他は、魂の行き場が違う。1の逃げるための自殺は結局、同じ課題を、自他死の理由、またはもっとひどい経験、を背負って転生するって感じ。なんで知ったかというと、自他死した近親者を見かけたから。まあ、原型されるパターンもあるようやけど。自殺って結構怖いんだね。教えてくれてありがとう。正直、自殺がゴールというパターンもあるかもしれん。が、やっぱり踏みとどまってほしい。周りにそんな人いたらあの世に逃げるより、この世で逃げる。おわ、解決できないか、ちゃんと考え抜いてほしい。一度頭に自他死、という選択肢が生まれると、少なくとも半年はその悪魔側に見入られる。悪魔って言い方おかしいか、キリスト教じゃないし。あいつらから見入られる。そこを耐え抜いたら、あいつらと現実の問題なんて、なんとかなってる、マジで。修正したことの内容を聞きたい。俺が他死ぬ前、俺と一緒に交通事故に遭った友人は、両足切断になった。事故自体を止めることはできなかったけど、両足は切断せずに残ってる。友人と交通事故の後、友人は両足切断。俺たち家族はその町から引っ越した。当時はすごい叩かれた。世界中、敵だった感じがした。今は俺のおかげで足が残ってる。感謝してる、って言われてる。これが一つ目の修正で、二つ目の修正は、とある人間との縁切り。その修正のおかげで、生き返る決心ができた。ほんまは、他死んだ後、ほぼみんな性に執着なくなって、自分のイメージを美化して回っとる。俺みたいに生き返るパターンは珍しい。だからこそ身バレやめてほしい。ちなみに輪廻転生システムはあったぞ。んじゃ。なんでこんな爆発的に人口増えてんだよ。言われても知らんがな。前世虫とかやろ。あとあの世に行ったらマイケルのライブ行けるぜ。なんて生きてる時に言ってたけど、行けなかったわ。あの世はどんな感じ？今回の人生の貢献度、修練度他、のようなもので住み分けされます。すべてを覚えてなくってすみません。ダーツという単語は覚えてます。要は、人は他死んだ後もロールプレイングです。過去に戻るとき、戻ったとき、もしくは現在で同じような体験をした人と会った？はい、実は最近出会いました。そのおじさんと話をして、あ、俺やおっさんの他にも意外といるんやな。という気持ちが押し寄せてすれた手に至る。そのおっさんは、幼少の頃、空から、おい、待て、止まれ、S、と言われた出来事があって、
その声を聞いたのがその場にいた自分だけだった。納得いかないわー。というのがずっと引っかかってて。で、先日他市にかけた時、運命の修復時にその場面に行き、正体を突き止めることにしたそうです。幼き自分と友人らが遊ぶ風景を眺めていたら、自分がトンボを捕まえようと走り出し、おっさんはその先から来る車が見えていたから、わあ、と思って、おい待て、止まれ、ああ、名前言わないとわからんか、です、と、叫んでしまったそうです。言った後に、あれ?わしの声やんけ、と、納得して、で、その後上に上がるか、生き返るかの選択時に、生き返るを選んだそうです。バタフライエフェクトみたいに過去の自分になってやり直すのではなく、過去に戻って事象を起こして影響を与えるでオケ?過去に戻った時に、干渉できるのは自分、過去だけ?おかえたでは普通の用語なんかな。知らん単語また出た。バタフライエフェクトがわからん。そんな言葉を向こうでは聞かなかったかも。咳込んで途中で送信してしまった。ググっておきます。で、過去に戻って干渉できるのは、他人にもあるのかもしれん。が、その選択の時、俺は自分のことしか考えられんかった。中途半端でごめん。自分の経験でしか話せなくて、他のパターンの知識がおっさんしかないからほんまごめん。友人は一気が過去を変えてくれたって知ってるの?生き返る前は周りの友人関係、町内関係が辛かった。だから逃げるように引っ越した、以前の両親団。けど、修正して戻った後は、惜しまれながら、仕事の事情で引っ越したが、俺ファミリーは、またいつでも遊びに帰ってきてや、に変わってた。友人に再会した時に涙ながらに謝りながら、過去の修正を言ったが、信じてない。あの事故が軽度で済んだのは、お前のおかげやってわら知ってるってわら、で終わる。じゃあ俺の記憶も誰かの修正によって、塗り替わってるのかな。あると思います。デジャブ感じたことある人。その数が多いほど、記憶修正食らってるんやないかと。最近、考え抜いてそういう結論になった。根拠はない。強いて言えば、リンタ非体験一回の経験則。お前がリンタ非体験したのは、このギーコの後じゃないのか?なぜ知ってる?友人と交通ギーコの後、友人は両足切断。俺たち家族はその町から引っ越した。闘技はすごい叩かれた。世界中、敵だった感じがした。今は俺のおかげで足が残ってる。感謝してる、って言われてる。過去を修正して生き返ったから、その友人の現在が気になって調べた。恐ろしかったが会いに行くために調べた。人殺し、と俺を呼んでた奴らには会えてないが、両足がある友人には20年以上ぶりに会えた。みんな転生したくないよ。他人ならまた人間に、生まれ変わることを羨んで人間の身体に、魂入れて生まれ変わるの?もうやめたいわ。なんかに疲れてんのかな。次は深海魚や無人島に咲く花や虫になったらええんやで。せやけど、経験値たまるスピードがちゃうんちゃうかな。知らんけど、花になってみなわからん気持ち、深海魚になってみたら意外と辛いわ、とかさ。よくわからんけど、それぞれ役目は必ずあるから、酸素作るとか、水をきれいにするとか、誰かの餌になるとか、誰かの希望や憎悪の対象になるとか、生まれ落ちる前に、全うしなきゃいけない役目がある。全うできんかったら、お仕置きでハードモード転生か、過去修正やり直し、どっちかや。多肥にかけたけど、一致みたいな体験しなかったわ。過去を修正できるなんて羨ましすぎるわ。多肥にかけただけで、ほんまに向こうの世界には、タッチしてなかったんちゃうかな?多肥なないけど、渋滞に陥るだけの試練的な。それか修正できる場所がないとか。もちろん修正できない人もいる。反省してない殺人犯や、時効逃げ切り凶悪犯が、俺のした悪いことなかったことに、できるわけねえだろ。ってことだと。貴重な体験なんだね。ゆっくりでいい。じっくり話聞きたい。ありがとうございます。俺の他、似た経験はおっさんしか知らないので、俺の情報収集と倫理観の是正のためにも、精一杯自分と向き合う&さらけ出したいです。神様がご体満足の友人を、パラレルワールドから連れてきて入れ替えたのか?もしくは一致がこちらの世界へ移動してきたのか?後者の方がスッキリしてるかな。その説を仮定と考えたら、俺のおかげで事故を軽く回避できた、人生を送っていたもう一つの俺と、両脚が無事な二人。二人の家族友人は、絶望してるんちゃうか。やめて、考えたら怖い。パラレルワールドなんてないで。ただ、確実に俺は俺の意思で事故現場に戻れた。はず。
過去に行って今の俺を取り囲む環境を変えれた。責められるのは、普通運転してたやつじゃないのそれ。友人は一致をかばったがゆえに、両足切断とか、ジーコの原因とまではいかなくても、何かしら関わってたら責めたくなるものでしょう。俺と友人は実は年が違うんだ。俺が4年、友人が3年だった。一応、俺が副班長、友人の兄、6年が班長で、集団下校で帰宅中やったんや。で、公民館を曲がった後から先生いないし、俺と友人で遊びながらふざけて帰ってたんや。班長から怒られたけど、ヘラヘラして先に帰っててくれて遊んではしゃいでた。で、班長たちの人影があまりにも遠くになったから、俺提案で電柱ダッシュをしたんや。電柱ダッシュを繰り返して、3度目あたりで飛び出した。ジーコに会った、副班長のくせに、年上だろうが、注意を受けたのに。そして俺は無傷だったせいもあり、みんなが無責任副班長、人殺し、と呼ばれるようになった。子供心に人殺し呼ばわりには、多心でないやんと思ってた。言われすぎやろと、なので一度抵抗した。その友人の兄貴取り巻きからリマルチされたので、それ以来口をつぐんだ。お疲れ様です。まだ主さんいるかな？いたら答えてほしいです。ウィンタヒ体験後の現在、今後どのように生きようと思ってますか？あと、デジャブ感じる人は、その数、修正しているって言ってましたよね？私は何年か前に見た夢、内容は普通だけど、強烈な印象だった、が実際に現実で起きたことが何度かあります。この現象についてどう思いますか？こんばんは、いてますよ。リンタヒ体験の後は、情けは人のためならず、の精神で生きてます。偽善者呼ばわりされるのも気持ち良いです。まだまだ精進が甘いのでしょうが、あなたもデジャブ疑似体験を何度かしてるようですね。俺の経験則で言うと、加工修正されてると思います。でもほとんどは悪くはなってないはずなんです。またあなたは未来の夢のようなものを見るかもしれません。振り返ればありえなかった未来過去の一場面。それは多重修正によって生じたバグが見せるものかと。返信ありがとうございます。情けは人のためならず、巡り巡って自分のためになるために善行をするってことですかね。奇出だったら申し訳ないのですが、善行を積み重ねていったら、最終的にどんな存在になるんでしょうか？デジャブ夢に関してですが、修正するほどの内容ではないと思います。将来の自分からしたら、重要な場面ということでしょうか？善行を重ねていった結果何になるか。宇宙にでもなるんかな。正直多死んだ後の精神体の仕組みを、すべて理解してるわけではないようです。ごめんなさい。知ったか霊能者？さんのように、あの世界はあだこうだ、と、下り顔で言えれば、まだ読んでる人を楽しませれるだろうけど、僕に質問してくれてる人には、誇張して何かを話しすることはできないです。ただ、しんどい、苦しい思いを乗り越えた人、善行を重ねた人には、必ずご褒美があります。これは間違いないです。ついついレスが長くてすみません。デジャブ夢に関して言えば、いくら鮮明に見たと言って、それが分岐点ではないです。ただ、こんな道があった、などです。自分の過去の修正か、またはその夢の中にいた人の改変の影響で見た夢でしょうが、そのシーン自体に深い意味はなかったりします。家の作りが違うとか、髪型が違うとか、改変前のあなたたちが経験したワンシーンを、たまたま見ただけかと思います。幸せにも俺は地球に住んでる。幸せにも俺は太陽系に住んでる。幸せにも俺は渦巻き銀河に住んでる。幸せにも俺はアメリカに住んでる。幸せにも俺はケニアに住んでる。味方次第やね。だる。確かに味方次第です。だけど今の自分の境遇はそもそも生まれる際に、自分が選んだルート。やから、ほんまは幸も不幸もないのかも。せやけど、どんな境遇の中でも命燃やす、魂を燃やす。自分の役割、宿命を全うする。それに気づいた時が最高のエクスタシーや、と、おっさんが言ってた。今、スレ主は自分の宿命や現世での役割を、はっきり認識できているのでしょうか？私は自分に課せられた役割とかがわからなくて、どこを向いて頑張ればよいか迷い中。俺はとかく自分のできることで笑顔を増やす。かな、職業柄、よく老人ホームや児童養護施設などに髪を切りに行ったりするんだ。平日は仕事、月曜は慰問。で休日なんてないけど、子供たちを笑かすために踊ったり冗談言ったり、体張ったり。
そんな時が一番心気持ちいい。どこを向いて頑張ればいいかわからない。というのは大なり小なりあるはず。あなたは心底優しい人なんだわ。だから悩み、迷う。趣味や特技はないかな？必ずヒントがあるはず。です、ありがとう。子供と一緒に笑ってるスレ主が目に浮かぶわ。おっしゃる通り、自分の適性を生かすのが一番なんでしょうね。自分の中にインプットされた、得意や好きは、長い時間をかけてご先祖から引き継いだ、お役目なんだと考えてます。悩む、迷う、わからない、不安。この苦しい過程があってこそ、いつか気づいた時にエクスタシーに繋がるんやと思うよ。振り返れば必ず道ができてるから。もう拘束なんかで惜しまれつつ亡くなる人ら、他費を選んだっていうのか？あと過去を修正した奴は5万といる。そいつらが修正した結果が今だとすると、そんなのありえないと思うわ。修正できるタイミングにいた人、また修正できる回数、それにより生きることをもう一度、やりたいと思えた人が生き返るんやと思います。この数はごくわずかです。だから俺やおっさんの体験談が、ネットを通じる付すること、またそのスレを、たまたま見かけたこともすごい確率なんです。医学的に見ても、体が反応しようが脳多死になった場合、心肺停止に陥った。また、体がバラバラになったなど、そんなんで生き返ることは無理です。だから、そんな人らは、自分の多死を悲しむ人に、少しマジックをかけて、上に行くんではないでしょうか。原稿って言葉は、原稿が何かをよくわかっていないから、使う言葉なんだろうな。原稿という、人によって定義がまちまちな言葉の本質を理解していたら、原稿なんてあやふやな言葉を使えまい。原稿ってのはわかりやすく説明したつもりなんやけどな。ゴミを拾いなさい、川を掃除しなさい。人のために祈りなさいってことやない。正しい選択、正しい行いは、時代や立場によって変わるでしょう。自分がいいと思ったらいいんや。意識して行ってる中に善意なんかない。おはよう、断言にびっくりしたわ。ほなね、俺は言いたい。無意識の善意とは何かね、と。何でも最初は目的と結果を意識して取り組む。たとえその場で評価をもらえないことでも、自分の心が気持ちよかったらいいねん。それを何度も繰り返すうちに習慣化になり、人格ができていくのではないかと思うのですよ。オカルトじゃねえしわら。もともとオカルト的な見えない世界には興味があったの？ミンタヒ体験して急に興味が湧いたの？オカルト的な世界に興味か、いわゆる普通なレベルで接してたかな。のめり込むってやつやないけど、子供の頃はノストラダムスの予言で盛り上がったし、X ファイル見てたし、アウターゾーン読んでたくらい。今も興味あるかと言われたらもうほんま普通。ただ、ふとした時に振り返るんだよね。人間関係、肉体関係、両足のの修復をほんまに感謝してる。だから偽善者と言われても、今の人生は、人のために自分の魂のために、優しく生きようと思った。目的も明確にわからず、生まれてきて、辛くて自殺したら、あの世でも苦しむとか、本当に勘弁してほしい。この世が修行の場なら、生きる目的が明確じゃない理由が知りたい。生きる目的が明確じゃない理由か。人それぞれやしちゃうか。目的なくブラブラしたい。そう思って生まれてきた風のようなやつかもしれんやん。目的がわからず辛い。矢印たしのう。だけは間違ってるのは確かやで。目的なんて考えずに、ただ日々を生きてりゃいい。そのうち勝手に試練が訪れて、生き延びればクリアしたことになるさ。修行というか、ただ、ただ漂う場だと悟った。一致の話が本当だったとして、みんながみんな一致の言った場所に行けるとも思えない。いろんな輪郭体験で似たようなことは言ってるが、みんな同じ場所に行ったという体験談なんてそうそうない。多品だらどこに飛ばされるかなんてわからないし、多品で見ないと真実なんかわからないんだよね。ある意味この世はパラレルみたいなものなんだし、でも、一致の話は参考になって面白いよ。主さん、両親と縁が薄くて、両親が天国に行ったけど、ちゃんと両親が行く場所があって安心しました。両親と縁が薄いというのは、私にカルマがあるからだと思いますが、主さんのお話で頑張って生きていこうと思いました。生きているだけでも、いいんだと、気も楽になりました。本当に主さん、ありがとう。念頭で、ごめんなさい。とにかく、両親、天国かわからないけど、行くところがあってよかったです。お礼言われてムズが言えよ。旅立った両親を思って安堵するあなたは、とっても優しい人だと感じました。どの場面の話で活力を上げれたかわからないんやけど、うん、とりあえずは生きてるだけでええんやで。命あってのなんとやら、やで。
頑張ったり休憩したり、自分のペースで、世の中嬉しいこと楽しいことばかりやなくて、痛みを伴うことがあるもんやけど、痛みは必ず克服できるし、ゆっくり乗り越えてってな。どれでもええわ。今回もらったら、輪廻転生選ばずにゲームやめる選択するし、輪廻転生ゲームやめられないシステムバグ修正されたんだろ？もういい加減このゲーム飽きたんだわ。飽きるほど何をやったんや君はわら。転生だもわからんから知らんけど、直感がそう言うてるもん。多分俺は今後でゲームやめて別のゲームあると思うよ。どれも新しい世界体験型ゲームが出たみたいでな。このすぐらい満載だった輪廻転生テンポイゲームの流行も廃れたし、やめられるようになったし、結構な奴が現在進行形でやめてってるみたいだわ。君もそのうち飽きたら、やめればいいんじゃない。輪廻転生ゲームか。ゲームとするなら、今のこの人生を選ぶときに、不幸な人生を自ら選ぶことってあるのかな。だとしたら自分の選んだ道に不平不満はないし、どんなことがあっても今世を、充実して過ごせると思うんだけどな。転生の仕組みについて、これはよくわかってないです。次はこう生まれなさい、と決められるタイプと、自分で決めれるタイプとあるみたいだけど、ちなみに俺は多品だら転生はしない。ってのは甘さんから、次はないね。って言われただけなので、恐れ多くも神様が気に入って、くれたのかな。それとも過去の修正の罰を受けるのかなと、ずっとガクブルしています。よく、じゃ、虐待される親は、そんなひどい親を選んできたのかよ。とか、心象者など、以下同文。君はこの中から選べるよ、という人生の選択肢があって、その中から選ぶ、母体も自分で選んでいます。これは確実に。俺は一時期母親と不仲だったし、この説は信じがたかったけど、最近、この説は僕の中では、一番有力で、確信する出来事にいくつか出会っています。で、あの世はいいところだ、というのも、あの世は地獄の続きだ、というのも正解でしょうね。自他死について、自他死や安楽他死などの後の魂の行き場、これは伝えにくいです。言いたいけど、ちょっと難しいです。怖がらせるつもりは全くないのですが、これを聞いて、自他死をした遺族の悲しみが取れることを願っていますが、また安易な自他死者を増やしたくもないので、自己中で独りよがりの自他死。おめえはダメだ。絶対楽にならねえかんな。ダメだぞ、逃げんなよ。この世にも極楽のかけらはあるんだからな。自分の寿命分はとにかく生きてほしい。確信する出来事ってどんなの？もしかしたら、ここのみんなは、聞き飽きたことかもしれないんやけど、体内記憶、また、母体に入る前の展開の記憶がある子って、思った以上に結構いてて、そういう子たち、またそのお母さんらの話を聞いてると、やっぱり、母を選んできてる、は間違いないんやな、と、子供たちの話を統合、要約すると、2から6人程度の女性を展開から眺め、笑顔が可愛いから、優しそうだから、寂しそう、助けてあげたい。いろんな考えで母を選んでお腹に入ってきてた。で、人気のお母さんには、順番待ちができたりもするっぽい。順番を追い越そうとする子もいる。でも一番に行くと生まれずに、すぐこっちに帰ってくる、とわかってるからあえて先に行くとか、一緒に生まれよ、と横並びになる子もいる。矢印ソーセージ。また、一旦お腹に入ったけど、やっぱり嫌になって、こっちに帰ってこようとする子。矢印流産。早く生まれたくて暴れる子。矢印早産。とかとか、これについて質問あれば、きっちり説明できるよ。納得いかないとこや質問あればぜひ。また、言葉足らずのせいで、誰かを傷つけてるかもしれないけど、どうかご容赦ください。それじゃ遠慮なく質問。中絶の場合はどうなるの？あと出生時に借りた非状態だった子は？中絶の場合も、分かってて飛び込むみたいです。もともと生まれる気がなかった魂が、生まれる気がある誰かの代わりに、その役をしようというパターンがほとんどかと。一度お腹に入りたい、リハビリ、誰かの代わりにその役を一度背負うことでの、レベルアップほか、書ききれないぐらいパターンはあります。中絶の理由も様々ですし、そして大概は母体を恨むようなことはないです。またこれも話が長くなるのですが。すべて予定調和ってことか。動物に懐かれる人は霊的な理由があるのかな？動物を好きな人ではなく、動物に好かれる人ってのは魂レベルってより、吸引力が高く、ほんまにオーラが優しいんでするわら。人間だと邪神はいるので、好き嫌い分かれるタイプなんで、
理不尽に辛い思いもするでしょうが。お願いです、教えてください。私には姉と弟がいて、姉は中学の頃からおかしくなり、弟は弟で問題を抱えています。宗教団体の人に親に水子さんがいるのでは?と言われ、母親に無理やり口を割らせたところ、3人くらいいるかもねという答えでした。以来、私は水子さんに成仏してもらうために、宗教団体に供養代を払い続けています。水子さんが自分の兄弟、うちの場合は姉と弟を通して自分の苦しみを訴えているからだと、宗教団体の人は言うのですが、10年以上払ってて、姉の症状に改善は見られません。主さんのお話では、中絶されるのが計画通りの子もいるとか、うちの場合、水子さんがそれに当てはまるかどうか不明ですが、計画通りじゃない場合は、やはりたたったりするのですか?正直、供養は聞いてない気がしていて、やめたいと思っています。ちなみに水子さんが生きていれば50歳前後です。宗教団体が絡んでるとのことなので、あなたの身を案じます。注意深く行動してください。あなたの書き込みだけを見ての判断ですが、僕にはその宗教団体は一切信用できません。水子供養も実際にしているのか疑わしい。まず水子さんが50年も恨み続けるようなことはありません。安心していただきたいです。もうとっくにどこかで生まれ直しているか、天界で楽しく遊んでいます。宗教団体はあなたを良い顧客、財布にしか思っていません。今すぐお布施もやめて、縁を切っていただきたいところですが、簡単に脱会などさせてくれないでしょうし、あなたの身を守ることを第一に行動してください。願わくばその力引っ越したらいい。とにかくこの世で一番怖いのは、禁欲に駆られた人間です。上手に距離を取ってください。また、その宗教団体からエアジュズや水、他、受け取っていないですか?アイテムは叱るべく処分していきましょう。また連絡ください。主さんありがとうございます。宗教団体ということで、ご心配をおかけしてしまいましたが、そこは猿物追わずのスタンスなので、人間関係さえ考えなければやめられるところです。エア壺のような物品販売もありません。生まれ直している展開で、楽しく暮らしているという言葉で、支払いをやめたら兄弟の症状が悪化するかもという不安がなくなりました。アドバイスをありがたく受け止め、上手にフェードアウトしようと思います。ご心配おかけしてすみません。エピソード2、前世って確実にあるわ。やたらリアルな夢見てよ。バス事故に遭う夢なのよ。土砂崩れか何かでさ、それでめちゃめちゃ鮮明なわけよ。バスについてたカレンダーが、1968年8月なのまで覚えてるのよ。それで起きて、なんかリアルすぎるだろと思って、ググったら、マジでバス事故起きてたから確信したわ。まあそのなんだ。今回の人生も無意味なものになってしまって悲しいな。そんなことない。これから良くなるかもしれないだろ。怖えよ。DNA に残った記憶の残差だぞ。それはそれでロマンあるだろ。アサシンクリードみたいだな。飛騨川バス転落事故か。達者104人とか多比に過ぎ。飛騨川バス転落事故は、1968年昭和43年8月18日に、岐阜県加茂郡白川町の国道41号において生じた、土砂災害による事故である。そうこれ。こんなん全然知らなかったし、その土地の名前も読めない。肥前川で変換できない。けどその事故なんだよ絶対。飛騨川か。お前がその夢を見たという証拠を出せれば、そこそこ盛り上がるよ。盛り上がらなくていい。ただ俺は確信を得たし、きっと前世や来世があってほしい、と願う人たちに伝わってほしい。とにかくお前ら、前世はあるぞ。俺はもう確信を得た。ということは来世もある。だとしたらお前は、俺のじいちゃんの生まれ変わりだ。前世じゃなくて憑依だぞ。多頻だのを知ってほしい奴と波長が合うと怒る。子供が前世を語り出す奴もこれ。シャーマンキングとかのあれかよ。イタコ的な。バスにカレンダー?運転席の後ろの、ちょっとで入り口と合わさるあたりの壁面にカレンダーついてたよ。なぜそこに疑問を持った?結構前の席だったのか。そうすごく前のあたり。君の名はまとな展開に期待。俺もリアルな夢を見る派だが、どこかで見たものの合成だという結論に至った。所詮俺たちはノウという箱庭に隔離されてるんだよ。いやでも、飛騨川バス事故なんて、見かけるタイミングもないはずなんだよ。お前の DNA に連なる誰かが新聞でも見たんだろ。バス事故なんて何かの作品でお前も見てるだろ。もしくは覚えてないだけで、
テレビでお前が見たんじゃないか。前世があるとは信じない。信じられないよな。わかるよ俺だって、どちらかというとオカルト否定派だったからよくわかるよ。でも確信を得たんだよオカルトなんかじゃねえんだよ。リンネって映画だとしたら同じ立ち味方するよ。ガスに気をつけて、私、あなたの横の席に座ってたものです。無意識に見たり聞いたりしてるものが、夢に現れるっていうからそれじゃないの？お前が生まれたのはいつだ？92年生まれ。仮にどこかで見た情報の残滓が残ってたとして、なぜ俺がそのジーコの体験者になってるのか疑問が湧く。来世もあるんだな。よし、前世とかより、そこら辺飛び交ってるテレビなんかの電波を、脳が受信しちゃったって方が信じられる。私も同じ夢見ました。いや冷静になってきたわ。確かに信じろと言っても無理だわこれ。この異質な現実感は経験しないとわからん。まあそういう経験って、本人はものすごく興奮するけど、周りは冷めてるもんよ。俺は信じるよ。マジで信じてくれていいよ。否定するのは簡単だからな。地球が丸いと言ったガリレオを批判していたグスーと同じよ。ただこの前世来世に関しては、科学の力で証明できなさそうだから、どやれる日が来ることないのが悲しいぜ。アンビリバボーでも、前世の記憶を持つ少年ってやってたな。1968に多品で1992生まれ？全然性がないの？それ入れ替わってるんだよ。もう一回入れ替わって歴史を変えなきゃ。そのジーコの唯一の生存者が、去年くらいに初証言して、ちょっとニュースになってたからそれを見たのでは。どこかで聞いた情報の残滓が、リフレインしてるんだよ派の人結構いるな。去年のそれがテレビニュースであれば、確実にその線はないよ。もうそろそろ2年くらいテレビ見てないから。誰も信じてないからもういいよ。お前の中では真実ってことでいいんじゃない？なんでこんな土曜の朝からイラついてるん？ね夢がないね。似たような経験あるわ。ジーコとかじゃないけど、なんか全然知らん街で1週間くらい過ごしてた夢。1週間くらい寝てたってこと？夢の中だけ1週間経ってたってことか？それもすげえ話だな。それでお前は今までに何回夢を見て、そのうち何回昔を映し出した夢だった？今回バスジーコと日付というキーワードで、確かに現実の出来事と紐付けされたかもしれないが、全然されなかった夢がその何千倍もあるだろ。数ある夢の中で、今回たまたまリアルの出来事と、一致する夢を見ただけという可能性がないと言い切れるのはなぜ？確かにその通りだけど、リアルの出来事と符合した点よりも、体験的に異質すぎる感覚の方が重要で、今まで一度もなかったレベルの現実感だったよ。マジレスするとただのデジャブ。夢ですらない。デジャブとは違くないか？既視感なんてまるでなかったぞ。深夜に立てればまた違ったかもな。だってさっき夢から覚めて起きたんだもの。イアン・スティーブンソンの研究だったか。衝撃的な多品見方で割とすぐ生まれ変わる。資料提供してみたら。ググるわ。そもそも夢ってなんだろう。俺の夢は宇宙戦艦の艦長になることだった。前世見ましたって人によっては。前世の時の名前とか覚えてるらしいじゃん。とりあえず慰霊碑行ってみたらどうよ。慰霊碑あるのか。マジでちょっと行ってみたいわ。ジーコ現場跡の道路沿いにある天神白菊の塔ってのがあるで。サンクス、ググってくる。ただの記憶喪失では？だとしたらそっちの方が怖くねえか。夢ではジーコに会ってた日のとこまで見るの？夢の中の視点は誰？夢の視点も俺だよ。ジーコに会うところまで見ておきた。本当かはさておき、嫌いじゃないよこういうお話。お前もしかしてあの時の高志？哲夫か？人が多品だらどこかからやり直し、とか最近本気で思えてきてる。VIP でこの手も触れ立てたってダメだよ。否定するのがかっこいいと思ってるやつしかいないからな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。